今回は、三角形の合同条件、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいについて学習していきましょう。次が成り立つとき、二つの三角形は合同であると言います。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。右の図を見てください。 二つの三角形があります。B C イコール、B ダッシュ、C ダッシュ。各 B イコール、各 B ダッシュ。各 C イコール、各 C ダッシュ。この三つの条件が成り立つとき。二つの三角形は合同であるといい。 記号を使ってこのように表すことができます。これで三角形の合同条件、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいの説明はおしまいです。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。 それでは答え合わせをしていきましょう。丸1の答えは、三角形 ABF 合同三角形 DFE。丸2の答えは、一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。2問とも正解できましたか最後に、今回の学習のおさらいです。次が成り立つとき、 二つの三角形は合同であると言います。一組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい。bc イコール b'c' 角 b イコール角 b' 角 c, c イコール角 c' この時、三角形 ABC 合同、三角形 A'B'C'。これで、今回の学習を終わります。